徳島水力電気株式会社は、明治末期から大正にかけて存在した、日本の電力会社である。四国電力総配電管内に、かつて存在した事業者の一つ。設立は1908年。1895年に、徳島市で開業した四国最初の電気事業者徳島、電灯株式会社を合併するなど、徳島県内に供給区域を拡大。 1921年からは兵庫県の淡路島にも進出した。また1917年からは徳島市内で都市ガス供給事業も営んだ。1923年人的関係があった三重県の三重合同電気に合併された。徳島水力電気の前身、徳島電灯株式会社は1895年1月9日に電灯供給を開始して開業した。 1887年に東京電灯が東京にて電気の供給を始めてから8年が経っていたが、徳島県内のみならず四国4県では最初の電気事業である。徳島電灯の設立は開業の前年、1894年10月のことであった。設立時の資本金は5万円。発起人は大串龍太郎、川又一太郎らで、 そのうち阿波愛を商う板野軍の豪商、大串竜太郎が社長となった。本社は四国電力徳島支店所在地である徳島市寺島本町に置かれ、同じ場所に火力発電所も建設された。初期の配電範囲は市内の内中心部の寺島本町、内町、新町などであった。最初の点灯から3ヶ月後の1895年4月15日より、 正式に営業を開始した。その直後に日清戦争が終結したため、翌月に開かれた戦勝宿が行事では伝統を用いたイルミネーションを施している。当時の伝統料金は高額であったが、徳島は人口6万人余りの都市で、愛称など富裕層が多いこともあり、伝統の普及は順調であったという。1901年、資本金を8万円へと増資した。 1907年時点での発電設備は、米国ゼネラルエレクトリック製直流発電機6台で、総発電力は2 0 0ットであった。この時点で、四国には、徳島電灯を含め6つの電気事業が開業しているが、その中で、直流発電を用いるのは、徳島電灯だけである。その後、発電機を2 5 0ットの交流発電機と交換し、配電範囲を 市内の半分に広げた。また1910年までに、資本金を32万円としている。初代議師長寒川常里日露戦争後の全国的な水力発電ブームの中、徳島県では、徳島水力電気株式会社が設立された。同社の設立日は1908年1月29日。資本金は30万円で、竹内昌二郎、後藤田千一。 幾多和平、幾多彦平らの発起による、中心となった後藤田千一は、お江軍出身の愛称で銀行業を中心に活動し、阿波電気機動社長も務めた人物。また、初代議士長は後に、香川県の電力会社四国水力電機の社長となる、寒川常定であった。低信省の資料によると、 徳島水力電気の事業開始は1910年11月1日で、当初は徳島市内を電力供給区域、隣の鴨名村を電灯・電力供給区域とし、他に同日に開業した板野郡村無矢町の無屋電気にも送電した。最初の決算時点における供給成績は鴨名村での電灯取り付け271頭と無屋、 電気経由で供給する電灯1633灯、それに徳島市内での電動機設置3台に過ぎない。電源の水力発電所は当初悪意川に設ける予定であったが実現せず、中川に出力7 0 0ットの桜谷発電所を建設した。発電所は長群宮浜,浜村大寺温国に立地。長安口ダムの下流にある中川の蛇行部分を活かした。 発電所で、蛇行の付け根部分を300メートルの水道で、短絡すると40メートル超の落差を得ることができた。1911年7月1日、徳島水力電気は蒸気の無矢電気を合併した。合併に伴う増資は5万円。その直後にも75万円の増資を決議し、資本金を110万円とした。さらに、同年10月9日、 徳島伝統の営業権、財産買収を株主総会で決議した。徳島伝統とは徳島市内において競合関係にあったが、渡辺勝三郎徳島県知事や地元有力者の調停により徳島伝統側に有利な条件を与えて吸収することとなったもので徳島伝統は11月20日付で解散した。一連の統合により徳島水力電気は 徳島市とその周辺地域における電気事業統一を果たした。なお、徳島水力電気の本店は徳島市船場町に置かれていたが、翌1912年3月に旧徳島伝統所在地の徳島市寺島町535番地へ移転している。徳島市では電気事業から15年以上遅れて都市ガス供給事業の計画が動き出し、 1911年9月15日に、まず、福沢もモスケラがガス会社設立の許可を得た。だが開業に至らず、翌1912年4月14日に、後藤田線はじめらがこの権利を譲り受けた。さらに1913年4月15日、権利は徳島水力電機に回る。翌1914年12月5日、徳島ガス株式会社が発足して、 権利を引き継ぎ、1915年10月11日より、ようやくガス供給が始まった。供給する石炭ガスを製造するガス工場は市内の出来島町に置かれた。このように、徳島市におけるガス事業の権利は転々としたが、徳島ガスによる経営も1年半余りであり、第一次世界大戦中の全国的なガス事業不振の中で、 1917年4月1日に、徳島ガスは、徳島水力電気に合併された。以後、徳島水力電気は、電気、ガス事業兼業となっている。また合併に伴う徳島水力電気の増資は25万円で、前年4月決議の90万円増資を加えて、資本金は225万円となった。 川北秀夫徳島伝統を吸収した1911年末の段階において、徳島水力電気の伝統電力供給区域は、徳島市内とそれに隣接する、鴨村大技、田宮、鴨名町、時津村、北に離れた、宮屋町、それに、桜谷発電所のある宮浜村の一部地域に限られた。しかしその後、1910年代を通じて、 供給区域は拡大を続けていくことになる。徳島、無屋両地区以外では、まず1912年に、徳島市南方の勝浦郡小松島町と西方の明東郡国府町、明財郡石井町にて供給が始まった。南側では、翌1912年に、長郡立港町でも供給を開始し、1914年には同郡富岡町まで拡大した。一方、 西の吉野川沿岸地域においては、1913年に、大江郡鴨島町、川島町での供給を開始し、1916年には、三間郡脇町及び佐光町でも開業している。徳島水力電機が徐々に精神した吉野川沿岸地域では、これとは別に、川田水力電機株式会社という事業者が出現した。同社は1913年9月3日、 大江郡川田村に資本金3万2千円で設立、翌1914年3月に代表者、原田善三郎の個人事業を譲り受けた。供給区域は川田、山瀬、宮山の三河村で川田村の川又用水に出力2 5ットの水力発電所を持った。開業5年後の1918年2月28日、この川田水力電気は、 徳島水力電機に吸収された。合併に伴う徳島水力電機の増資は3万円であった。川田水力電機の合併後、徳島水力電機は、川北電機企業者の資本系統による経営に移った。この川北電機企業者は、シーメンスシュケルト出身の技師、川北秀夫が独立後1909年に起業した会社で、全国各地で電気事業の企業、 経営に関わっていた。同社の参加に入ったことで代表取締役に、伊原外助が入った。伊原も、川北と同様シーメンスシュケルト出身の実業家であり、当時広島伝統など、中国地方の電力会社に関係していた。なお吉野川沿岸地域の供給拡大は1923年3月に、三好郡三小村、鴨村まで到達した。それより、 西川、三好郡辻町、池田町などは、香川県の四国水力電気の供給区域であり、徳島水力電気の勢力は及ばなかった。川田水力電気に次いで1919 19年8月4日、徳島水力電気は、人通電力株式会社を合併した。同社は、徳島水力電気に対する電力供給を目的と、する会社で、 1916年4月20日資本金20万円で徳島市に設立。1918年8月に、明細群上文化見の山村にて出力4 0 0ットの人通発電所を完成させていた。人通電力合併に伴うは増資20万円。さらに直後の同年10月に352万円の増資を決議しており、 会社の資本金は600万円となっている。供給面では1920年8月、需要増加に伴い、勝浦郡小松島町に出力1 0 0 0ットの補給用火力発電所を建設。さらに1922年7月には、小松島町での防石工場開業に合わせて、出力1 2 0 0ットの桜谷第二発電所を建設している。 桜谷第二発電所は1910年建設の中川桜谷第一発電所と同じ地点に増設されたものである。こうした相次ぐ発電所の新増設にかかわらず、徳島水力電気は供給力不足に陥っており、電灯の明るさが規定よりも暗く、検討局や低新省から改善命令が出るほどであった。1922年12月16日、 徳島水力電機は、祖谷川水力電機株式会社を合併した。合併に伴う増資は400万円。同社は、伊谷山で林業を営む松村里志次が、高知財界の中心人物、宇田と郎を動かして設立した、吉野川、水系伊谷川での水力開発を目的とする、電力会社である。徳島水力電機は、開業前の段階で合併しており、 この合併は供給力不足を解消するものと期待された。合併翌年の1923年3月、美馬郡東矢山村に矢発電所が竣工を見た。鳴門海峡を挟んで、徳島県と対峙する兵庫県の淡路島では、鶴ヶ電灯が、津波郡相本町に支店を開設して1911年10月より電灯供給を開始したことで、電気事業の歴史が始まった。 二年後の1913年、島南東部の津郡郡良町にて、由良伝統、南西部の三原郡、福良町にて、福良伝統、北西部の津郡郡戸村にて、淡路伝統がそれぞれ開業し、1915年には北東部の津郡、静木町にて、淡路電機も開業した。なお1922年2月に、鶴ヶ伝統相モ支店の事業は、由良伝統へ、 上渡されている。1921年11月24日、徳島水力電機は、上記5社のうち、福良電灯を合併し、淡路島進出を果たした。ついで翌1922年4月12日、由良、電灯、淡路電機の合併が成立した。合併に伴う増資は、福良電灯50万円、由良電灯45万円、淡路電機30万円であり、 ソ谷川水力電機の合併も加えて、資本金は1125万円に膨張した。一連の事業統合によって、淡路島では、淡路伝統区域である、津名郡の一部を除いて、徳島水力電機の供給区域となった。徳島水力電機進出以前の淡路島では、各社が小規模火力発電を行うという配電体制であったが、 徳島水力電機では三者合併後の1923年5月、洲本町に出力1 0 0 0ットの洲本発電所を建設した。同時に、従来の小発電所には変電所が設けられ、洲本発電所から各所へと送電するという体制へと変わった。なお、四国と淡路島の送電連絡は海底ケーブル付設が困難で、 架空戦も揺ら要塞の反対で仮説不可能なために実現することはなかった。1922年のソ谷川水力電気合併後、同年末になると、三重合同電気株式会社との合併話が浮上した。同社は、三重県津市に本社を置く電力会社で、三重県下の内津、松阪、宇治山田の三都市の電力会社が合併して、 同年5月に新発足したばかりであった。地理的に遠く離れた会社同士ではあったが、徳島水力電機の大株主、川北秀夫が三重合同電機で取締役を務めるという接点によって、川北の圧戦で合併が計画された。地方的会社ではなく、東海地方と南海地方にまたがる中央の会社とするのが、将来の社業拡大のための資金調達に、 有利という観点から合併が推進されたという。当時、両社の資本金は、徳島水力電気が1125万円、三重合同電気が1415万円であり、会社規模は三重合同電気の方が大きいが、利益率を比較すると、徳島水力電気が優れており、配当率は、徳島水力電気12%、三重合同電気9%と差があった。 徳島水力電機側の重役官で合併に関し、内紛があったが、1923年1月15日、徳島水力電機の株主総会は、合併を承認した。合併に際しての存続会社は、三重合同電機であるが、合併条件は、業績が優れる徳島水力電機側に有利なものであり、徳島水力電機の株主に対する株式の交換比率は、 以下のように設定された。徳島水力電機の50円払い込み済み株式1株に対し、三重合同電機の50円払い込み済み新株1.333株徳島水力電機の25円、払い込み株式1株に対し、三重合同電機の同額払い込み新株1株徳島水力電機の18円75銭、払い込み株式1株に対し、 三重合同電気の同額払い込み新株一株上気条件による、三重合同電気の合併に伴う資本金増加は三百四十七万九千九百五十円で、同社の資本金は四百十五万円から二千七百六十二万九千九百五十円にへ、増加している。三重合同電気と徳島水力電気の合併は九百二十三年八月三十日に、停診症より認可され、 11月15日に、三重合同電機にて、合併報告総会が開催されて、合併手続きが完了、同日徳島水力電機は解散した。合併に伴って、三重合同電機は、旧徳島水力電機の営業区域を所管する、徳島支店を設置している。三重合同電機徳島区域はその後順次拡張され、板野郡の宮川内水力電機、 長郡の長電気、明財郡の明財水力電気など周辺事業者が合併された。また1925年1月に淡路営業所が新設されて徳島支店から淡路区域が独立した。この淡路区域も同様に拡大し徳島水力電気時代の統合から漏れていた淡路電灯が合併された。1937年。 合同電気は業界大手の東方電力へと合併される。以後配電統制まで徳島区域は東方電力徳島支店により、淡路区域は同社淡路支店によって経営されることとなった。三重合同電気との合併直前、1923年5月末時点における供給開始済みの伝統、電力供給区域は以下の通り、 また1922年度末の時点でガス区域は徳島市とその付近であった。三重合同電気との合併直前、1923年5月末時点における伝統電力供給成績は以下の通り。1923年5月末時点におけるガス供給成績は以下の通り。徳島水力電気が運転した発電所は以下の通り。 徳島伝統に関するカテゴリー、ありがとうございます。